ゴルフカートと太陽エネルギーの物語。朝早く、ゴルフカートは張り切って、元気に今日も旅に出ました。今日訪れるのは、クリーンな太陽エネルギーから、電気の大部分を作り出しているスマートシティ。突然、思いもしなかったことが起こりました。何が起きたのでしょう。どうやら電池のエネルギーがなくなって止まってしまったようです。太陽は空の高いところから強い日差しを送って応援しようとしましたが、カートにはソーラーパネルがなく、とても悲しくなって泣いていました。あれ？ちょっと待って。これは何？ゴルフカートが止まったところを見てください。カートが止まったのは太陽光発電所の近くでした。カートはすぐにソーラーパネルをもらいました。太陽はとても嬉しくなりました。これで太陽は日光を電気に変えて、電池をたっぷり充電できるソーラーパネルに黄金の光を送ってカートを助けることができます。ゴルフカートは電池を充電して元気いっぱいになるとスマートシティへの旅を続けることにしました。ようやくカートはスマートシティに到着しました。住宅地の家の屋根がソーラーパネルで埋め尽くされているのを見ると、カートは驚きました。さらに驚いたことに、ソーラーパネルで輝く学校の屋根はなんて美しいんでしょう。あらゆる進歩や発展に必要な電力を作り出すために、太陽は強い光を送ってくれる、なくてはならないものなのですね。町に住む人はみんな、この素晴らしい成果に喜び、満足していました。カートは旅を続け、とても大きな発電所に着きました。ここではたくさんの太陽エネルギーから電気を作り出しています。スマートシティが環境を汚すことなく、電気を使うことができるようにせっせと働いているのです。カートはずっとここにいたいとどれだけ望んだことでしょう。しかし、より多くのことを発見するために旅を続けなくてはなりません。やったー！イルカが嬉しそうにジャンプしている。青く透き通った海です。ブイや高い灯台もまたソーラーパネルで輝いています。その間を船が通り過ぎて行きます。夕方、ソーラーライトが通りを照らしています。ブイは夜の船を導くために光っています。幸せそうだなぁ。スマートシティを旅してみて、カートはこの街が大好きになり、ここにずっといようと心に決めたのでした。ありがとう。